今度はあなた様がお話しくださる番でございます。ええ、わかりました。頭の底がズキズキうずいてきたぞ。うおー、密航。そもそもなぜあなた様がこの船に乗っていたのでございますか。先ほど確か密航とおっしゃっておりましたが、ええ、実はそうなのです。日本を離れて今日で半月、ずっとこの船室に隠れていました。存じませんでした。まさかカズマ様の目を盗んで船室に忍び込んでいたとは。いやいや、さすがにそれは無理に決まってるじゃないですか。そうでございますよね。麻生儀から頼まれたのです。一緒に大英帝国に行ってくれと。カズマ様が一体なぜでございますか。それは僕にもよくわからないんです。わからない。なあ麻生儀、理由を聞かせてくれないか。どうしてこんなことまでして僕を大英帝国へ。あの裁判が終わった時からずっと考えていたのだ。あの時も言っただろ、貴様は弁護士になるべきだと。まあ言ってたけど、まさか本気だったのか。貴様には才能がある、それは俺が保証する。でも今のところ僕は弁護士になるつもりは。まあそれは貴様自身が決めればいい。ロンドンは最先端の文化が集中する世界の中心というべき都だ。その目で見ておいて損はあるまい。それはもちろんそうだけど、ただ俺としては貴様が弁護士になっていずれなんだよ。いや、なんでもない。カズマ様は常におっしゃっていました。日本の司法を変えたいと。そのお仕事をあなた様と共になさりたかったのでしょうか。ええ、そうかもしれませんね。でも実はちょっと気になっていることがあるんだ。あの時のあいつの目、見たこともないような暗い色をしていた。あの、密航のこと黙っていて申し訳ありませんでした。この時代の密航ってどうなんだろうか、死刑にならないのかな。カズマ様のことです。おそらく私に密航の手助けをさせまいとしたのでございましょう。その通りです。さすがだな。昨夜のこと、あなた様が犯人ではないというのならばお聞かせください。昨夜この船室で一体何があったのかを。それがそのよく覚えていないんです。昨夜出雲通り夕食が船室に運ばれてきて、その後僕はいつも通りあのクローゼットに入ったのです。そしてそのまま眠ってしまったのですか。はい。カズマ様がお命を奪われた瞬間も目が覚めないほどぐっすりと。まあそうだよね、なんか起こした時っていうかクローゼットから
引っ張り出した時も起きなかったって言ってたから睡眠薬入ってたんじゃないか。はい。疑ってるのはよくわかります。でも本当なんだ。目が覚めたらもうこんなことになっていて、なんだか頭もズキズキしているし。え？あのどうかしましたか？いえ何でもございません。信じてください、僕は犯人じゃない。私とて疑いたくはございません。でも他に犯行が可能だったものはいないのでございます。麻生義、一体どうしてお前は殺されなければならなかったんだ。こうしてはいられない。動きませぬように。あなた様は犯人でございます。この場を離れることは許されません。そうはいかない。ここで麻生義は殺された。僕は何もできなかった。それなのにこうして何もせずじっとしているなんて、そんなの許せません。それではどうなさるおつもりですか？あいつの死を調べます。徹底的に。誰がなぜどうやってあいつの命を奪ったのか。だから失礼します。とはな、ぬぬぶん投げられた。これはスサト投げでございます。スサト投げ、当然ながら聞いたことがない。ならばこのスサトに証明してくださいませ。証明。あなた様が無実である、その証拠でございます。でもそんなのどうすれば。お忘れでございますか？あなた様は先日ご自分を弁護なさったではありませんか。あ、そうか。決定的な証拠を突きつける。持ってなくね。スサトさんに分かってもらうんだ。僕が無実であることを立証する証拠を叩きつけろ。開けるなかな。麻生義がクローゼットの扉に貼ってくれたお札、ロシアの声援に読めるかは不明。これじゃないと思うんだよね。これかな。これしかないよね。はい。もしかして先ほど僕を発見した時、あそこのクローゼットにこいつが貼ってありませんでしたか？ええ、確かに見覚えがございます。これが貼られてたってことは、そこが開けられてない証拠になるってことか。これ僕が寝るときいつもあいつに貼ってもらっているんです。船員たちが勝手にクローゼットを開けないように。そしてもちろん昨夜もそうでした。あ、そういえば先ほどあなた様を発見する前にこのお札を剥がしました。もし僕が犯人なら、犯行のためにクローゼットから出たところでこいつは剥がれてしまう。確かにその通りでございます。つまり僕には麻生義を殺害することは不可能だったのです。信じてくれる？たとえ逆さまにひっくり返っていようとも。今の私。さすがカズマ様が見込んだだけのことはございます。スサトさん、よかったらそろそろ起こしていただけませんか？
どうなってんだろうな、これ。姿を見たいな。よろしいでしょう。この現場の調査は認めることにいたします。あ、ありがとうございます。やっと疑いが晴れましたか。いいえ。え？まだ。怪しげな妖術でお札を貼った可能性は消えておりませんから、そんな妖術なんか使えるわけねえだろう。スサトさん、僕を何者だと思ってるんだろう。まずはこの現場を徹底的に調べるべきでございましょう。私もお供いたします。わかりました。やりましょう、スサトさん。勘違いなさらないでください。決して疑いを解いたわけではございません。え？現場を荒らさぬよう、なるほど様を見張っております。怪しげな妖術で証拠を隠滅なさいませぬよう。なんなのそれ。わかりました。とにかく、まずはこの船室を調べるところから始めよう。麻生木、きっと。お前の仇は僕が取ってみせる。いやもうなんか親友が死んだらこんなんで済まないよね。え、調べる。あ、なんかいる。この蒸気船、アラクレイ号の乗船規則が書かれている。キャプテン様から乗客様へのお願いのようなものでございますね。船室内に武器などの危険物、動物の持ち込みを一切禁ずる。何ですか？僕のことをじっと見つめて。いえ、何でもございません。なるほど様は果たして危険物なのか動物なのか。ほんの少し考えていただけでございます。いずれにせよ持ち込み禁止の物件であることは間違いないようだ。そういえば、何ですか、スサトさん。私、物事を調べていると、つい視野が狭くなってしまうのです。まあ、チュートリアルだろうね、これね。ああ、それはいけませんね。なるほど様は、そんなことはないと思いますが。何？ああ、そっちもこっちも行けるよって。現場は、自由に見回すことができますので、隅々までしっかり調べましょう。はーい。そうですよね。もちろんですよね。少し狭くなってたかな、視野。で、あとはここ、本が倒れていますね。綺麗に全部。これは海の守り神の像でしょうか。倒れていますけど、なんだかなぎ払うように剣並み倒れていますね。もしかしてカズマ様が剣術のお稽古でなぎ払ったとか。いやいや、そんなことはありませんでしたよ。それではなるほど様が癇癪を起こしてなぎ払ったのでしょうか。わざわざそのためにあのクローゼットから出てきませんよ。投げ払うように倒れた小物、事件に関係あるのかな。証拠には入るのか。ともあれ、並べ直してきます。こういうの気になりますので。いや、勝手に触るなよ。直すのか。直したな。いや、勝手に直すなよ。ダメでしょこれ。あ、なんかチェック入ってる。え、これはこれでいいってこと。この船に備え付けの本が綺麗に並んでいる。いけませんよ、船室内で暴れては。
だから薙ぎ払ったの僕たちじゃありませんから。やはり五本たるもの美しく並んでいないと落ち着きません。であとこれかなり大型のトランクでございます。なんというか思い出のカバンですね。思い出でございますか。実は出航の際この中に入って船内に運び込まれたのです。天地無用と書かれた札が貼ってありますね。まあ分かりきったことですけど、異国の船員に読めるわけもなくカバンごとひっくり返して放り投げられました。密航というのも楽ではございませんね。スサと投げよりマシだったような気もするけど、すげえ威力だったんだな。あ、調べたらちゃんとチェックがつくようになってんのか。はい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 、あーなるほど。はい、調べてみたけど特に気になるところはない。え、気にならないのこれ。あ、光ってないからか。かなり大型のトランク。違う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 、見た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 、トランクの方になっちゃったのか。じゃあこれなんだ。これは何でしょう。ガラスのかけらのようですね。